郊外にあるラフェルテアレ飛行場、クラシックな飛行機のコレクションではフランス一を誇ります。宮崎さんは機械としてのぬくもりがある古い飛行機が大好きです。これ見て、ね、エンジンと一緒に回るでしょ。これ古い星型エンジンの特徴なんですよ。あのロータリーエンジンって言うんですけど、このフィンが短くてね、冷却効果があんまりないもんだから、プロペラごと一緒に回っちゃうんです、エンジンが。そうするとね、油をどんどん含むんだから、このカバーをつけてこっから下に油がうわーっと垂れるわけです。エンジンが全然違うけど、第一大戦機の宮崎さん、飛行機の話を始めたら止まりません。違うな。そんな宮崎さんに大空の夢をかきたてた一人の人物がいます。作家サンテグジュペリ、星の王子様で知られるサンテグジュペリは20代の頃、フランスとアフリカを結ぶ郵便飛行機のパイロットでした。小さな飛行機に乗り、海や砂漠を越えて命がけの飛行を続けました。20歳の頃、初めてサンテグジュペリを読んだ宮崎さんは、著作はもちろんその生き方にも影響を受けました。あの現代はこうごく普通に平凡にあの人生を全うすることが一番素晴らしいと言ってるけれど、でも本当にそれだけなのかと思うとね、やっぱりそのサンテグジュペリの人間の土なんか読むと、かきたてられて、なんかこのままこの地べたの上でね、終わってしまっていいんだろうかって気持ちになるんですよね。と言いながら、僕はサンテグジュペリはるかに長く机にかじりついてアニメーションやってきちゃったんだけど、もう後の祭りですけどね。宮崎アニメの最大の魅力は浮遊感あふれる飛行シーンです。この紅の豚をはじめ、風の谷のナウシカや魔女の宅急便など、どの作品にも空を飛ぶことの素晴らしさが歌い上げられています。綺麗、世界って本当に綺麗。宮崎さんの作品に流れる大空への夢、それはサンテグジュペリからインスピレーションを得たものなのです。ありがとうよ、声優。ありがとう。宮崎さんはフランスからサハラまでサンテグジュペリが飛んだ航路をたどる空の旅を思い立ちました。宮崎さんが乗ることになったのは真っ赤な機体の服用機、アントノフ AN2。 アントノフは戦後間もなくソビエトで設計された軽輸送機です。サンテグジュペリの時代ほど古いものではありませんが、最高速度200キロ以下、基本的な性能はほとんど変わりません。機長はアメリカでパイロットの教官をしている柳田和明さん。紅の豚の大ファンでアメリカから駆けつけてくれました。揺れそうですか？揺れるよ。これ揺れますよね。これ面白いよ、絶対に。うーん、私しまいなと。俺もしない。どうなるんでしょうね。わかんないです。これ飛んでみないとわかんない。宮崎さんが乗ったアントノフ、向かい風が強ければ目的地までたどり着けません。
話ができないほどのエンジンの音、そしてクッションのないシート、どれもこれもサンテグジュペリの時代とそっくりです。揺れますよこれは。1000馬力のエンジンがうなりを上げ、さあ離陸です。古い飛行機に乗ってサンテグジュペリが飛んだ空や彼が眺めていた地球をそのまま体験してみたい、宮崎さんの長年の夢でした。向かい風が強く時速は80キロ、列車と同じ速さです。振動と爆音の中でサンテグジュペリが受けた風を同じように味わいます。高度はおよそ100メートル、地上の様子が手に取るように分かります。初日の目的地はパリから600キロ南西のトゥールーズ。向かい風と戦うこと5時間、途中2回も給油して日が沈む直前トゥールーズに到着しました。とにかく今日はいい天気とは言えないのかもしれないけど、多分郵便飛行やった連中からすると随分いい天気の方なんでしょうね。雨でも飛んだし、それからまして夜でも飛んだんですから、もっとボロい機体で、だから100人死んだって話がありますけど、とにかく疲れました。お腹も減りました。フランス南西部の都市トゥールーズ、サンテグジュペリの時代郵便航路の基地となっていた町です。パリから列車で運ばれた郵便物はここで飛行機に積み替えられ、アフリカや南米を目指しました。町の中心部にあるホテルグランバルコ、郵便飛行士たちが常宿としていたホテルです。一等地にあって当時は高級なホテルでしたが、今は老朽化して一泊4000円ほどの安宿となっていました。4階の隅にある32号室がサンテグジュペリがいつも使っていた部屋です。あ、これ小さい部屋ですね。新米のパイロットの時に、ベートーベンがいた部屋っていうようなもんですね。特に何もないと言いながらもサンテグジュペリの見た風景を熱心に探します。トイレがない、なんか写真で見たことあるんですけどね、もっと立派な部屋かと思ってましたよ勝手に。宮崎さんは飛行機の歴史は死者類々の歴史だと言います。1903年のライト兄弟の初飛行から11年、第一次大戦が始まり、飛行機は殺戮の道具として使われます。戦争が終わって郵便飛行が開始されますが、殉職者が続出。それでも飛びたいと思った男たち、その中に26歳のサンテグジュペリがいたのです。
アントワーヌ・ド・サンテグジュペリは1900年名門貴族の家に長男として生まれました。少年時代から空に憧れ、フランス軍のパイロットになりますが、事故に遭い除隊。しかし飛ぶことを諦めきれず、郵便飛行士の職を選んだのです。大空での体験を生かして作家に転身。砂漠に不時着したパイロットが出会った不思議な少年の物語、星の王子様を書き上げました。第二次大戦中は志願して従軍。1944年偵察飛行に出たまま地中海で消息を絶ちます。44歳の若さでした。まあ、あんまりこうパイロットよりもやっぱりそのパイロットたちのことをあの文学で残してくれた人ですね。だからむしろサンテグジュペリがいなかったら、メルモスにしてもギヨメにしてもあの今僕らが知るような形では伝わらなかったと思うんです。非常にその天候の書き方、飛行機の書き方、あのなんていうんですかね、空そのものとか、それから地上の人間とその飛んでる人間とのいろんな結びつきとか、そういうものについて、その人間の土地っていうのはものすごく優れた作品だと僕は思ってますけど、星の王子様とは全然別な作品ですけど、その人間の土地の方が好きで、特に学生時代に繰り返し繰り返し読みました。人間の土地は宮崎さんが最も好きな作品です。アンデスで墜落しながらも奇跡の生還を遂げたアンリ・ギョメ。右エンジン停止の無線を最後に大西洋で消息を絶ったジャン・メルモーズ。一緒に飛んだ仲間たちのエピソードを交えながら、人間の尊厳とは何かが描かれています。疑似体験というだけじゃなくて、サンテグジュペリが見た風景っていうのを本当に僕らが見られるのかって言ったら、何も建物が変わってるとか車が増えたとかっていうだけじゃなくて、同じ緊張感を持って空を飛ぶことはもう不可能ですよね。ですからそれは断念せざるを得ないんですけども、ただあのそのこうなんて言うんだろう、彼の僕が一番好きなところは、あのここに留まってはいけないって気持ちがこうそれをかき立てられるね、こうもんなんです。あのだからカモシカに、そのカモシカがですね、そのライオンに襲われて死に物狂いのジャンプをする、その跳躍の瞬間にこそカモシカの本然がある。でその例えば僕らの社会は無理をするな、ストレスを過剰にするな、こう穏やかに家庭的に円満に生きろっていうふうなことがほとんど言われてますよね。だけど無理しなきゃダメなんですよね。無理して自分の持っている能力が普段よりも 120% 発揮できるような瞬間を持たないと、やはりその大した仕事できないんです。当時サンテグジュペリが乗っていたのはブレゲ14という小さな服用機でした。宮崎さんには憧れの飛行機です。ブレゲ14のレプリカを見つけ出しました。ステアマンという1930年代の飛行機をブレゲに似せて改造したもの。フランスのテレビ番組でサンテグジュペリの飛行機を演じたこともあるそうです。じゃあお願いします。長年憧れてきたサンテグジュペリの愛機に乗ることができました。相当ボロいんじゃないですか。最もエンジンをはじめいくつかの部分は当時とは違う形のものでした。すごい。宮崎さん、ニセブルゲと愛称をつけました。中広いけど隙間だらけ、下がいっぱい見えますよ。パイロットのラフィーユさん、65歳。10代から飛行機を操縦しているという空の大ベテランです。
この滑走路は当時郵便機が離発着していたところです。サンテグジュペリが飛んだ空を同じ型の飛行機で飛んでみます。どんな気持ちで地上を眺めていたのか身をもって知ることができました。この空中浮いてますとね、こう道でこう立ち話をしているおばさんが見えたりするんですよね。それでジェット機と違ってこういう飛行機は風景が具体的に見えるから、だから地上のことは懐かしいんだけど同時にちょっと違う感じにもなるでしょ。そのこう微妙なところにいるんですよ。なんて言うんだろう、抽象的じゃないんですよね、具体的なんです。その屋根の下にどういう人がいるんだろうっていう感じが伝わってくるんですよね。滑走路のすぐ脇の建物はサンテグジュペリが働いていたラテコエール社の事務所でした。その後アエロポスタルと社名を変更、1933年まで郵便飛行の全盛期を築きました。その路線はアフリカだけではなく大西洋を横断して南米にまで伸びていました。それは当時フランス人の誇りだったといいます。しかし脆弱な機体での長距離飛行には危険が多く、10年余りの歴史で120人もの殉職者を出しています。この部屋でサンテグジュペリを飛行士として鍛え上げたドーラという支配人が離発着する部下の飛行機を見守っていました。ほんのすぐそこをね飛び立ったんですよね。いや、もう目で覚えた方が早いですから。写真もね、撮ると下手くそなんですよ。だから一緒に行ったやつにこう撮っといてって言った方がね、確実なんです。じゃあ今ずっと 見てらしたのやっぱり。いや雨が降ってね、それでそのスペインの方から帰ってくる飛行機がつっかつかないかってみんなで待ってるとこ想像してたんですよ。あの頃のボロの飛行機で夜飛ぶったら大変ですよね、本当に。サンテグジュペリはどんな風に大空を駆け巡っていたのか。今度は宮崎さんが赤いアントノフに乗りブレゲが飛ぶところを空から見ることにしました。もう少しおじさんゆっくり飛べばいいのにな。もうちょっと下を飛んでもらうといいね。あと5メートル下。最高。
のおじさんすごい。飛んでいるブレゲを真上から見る。宮崎さんはとても気に入ったようです。でもこれだけでは満足しません。次は雲の近くを飛んでほしいと言い出しました。パイロットには緊張するリクエストです。綺麗、ああ綺麗だ、ああ素晴らしい。落ちるのかと思ったら着陸したんですね。あ、ものすごく綺麗だった。海の底をね、なんて言うんだろう、サンゴ礁の海の底を初めて覗いた時と同じような感じ。もう飛行機の方はどれくらい近くまで見えました？いや、もう目の前に見て、あのフランスのおじさんの顔がこう、やっぱりこっちをじっと見ながらね、緊張して飛んでるんですよ。大したおじさんですね。素晴らしかった。サンテグジュペリをはじめとする往年の飛行機野郎の魂、今も生き続けていました。宮崎さんの空の旅はこれからが本番です。トゥールーズからモロッコまでサンテグジュペリたち郵便飛行士が飛んでいたルートをアントノフに乗って忠実にたどってみようというのです。当時の航路はトゥールーズを離陸後、ピレネー山脈を迂回し地中海に出て、スペインの海岸沿いを西に進み、ジブラルタル海峡を渡ってアフリカに入るというものでした。1日目、トゥールーズからスペインのアリカンテへ。アフリカ・サハラ砂漠まで3000キロ近い空の旅。ジェット機ならわずか3時間の距離です。しかしアントノフでは昼間だけ飛んで、順調に行っても4日はかかる予定です。アントノフの機体の床にはもともと農薬を散布するために開けられた窓がついています。
サンテグジュペリが見た風景をガラスを通さず直に見てみたい。宮崎さんはその窓にかじりつきます。あ、ブドウ畑だ。ブドウ畑が尽きたら山になっちゃった。トゥールーズを立って30分、ピレネー山脈が見えてきました。気流が乱れやすく、パイロットにとっては恐ろしい山でした。昔の飛行機は全部目測で飛んだから、あの山の上の十字架なんかが大事な目印だったんでしょうね。雨が降ると全然見えなくなっちゃうけど。当時、郵便飛行士たちは固い友情で結ばれていました。そのことは人間の土地の中にも描かれています。新米のサンテグジュペリが初飛行する前日、先輩のギョメは航路の目印となるものを一つ一つ丁寧に教えてくれました。それは例えば3本のオレンジの木や丘の斜面にある1軒の農家など、どれも具体的でとても人間的なものばかりでした。地中海が見えた。これから右に折れて地中海沿いに今度はスペインに向かうんです。スペインに入ると夏の日差しに包まれます。宮崎さんは相変わらず窓から目を離しません。人間の土地に描かれている3本のオレンジの木や1軒の農家を探し続けています。しかしスペイン・バレンシア地方の風景は70年前と大きく様変わりしていました。海岸はリゾートになり、ビルだらけです。海岸を離れ内陸を飛んでみました。そこは木も畑もない萩山ばかりでした。本から想像したような場所は結局見つかりませんでした。トゥールーズを立って8時間、郵便機の中継点だったアリカンテに到着です。いやー、スペインはすごいわ。いろいろあって、この場所そのものがひどいとこですね。ひどいとこしちゃいけないんだろうけど、もう人間が全部食い尽くしてね、カスになってしまった場所ですね。これは海岸にいっぱい建ってる軽薄なリゾートホテルとか、山にいっぱい建ってるあのリゾート用の建物とか別荘とか、あれあんなもなかったでしょうね。だから本当に山肌にその山まで耕したあの農家がねポツンとあって、 そこにオレンジの木が3本あったから目立ったんですよ。2日目はアリカンテからモロッコのタンジールへ。スペインのコスタデルソル、太陽海岸、地中海を代表するリゾート地です。しかし宮崎さんにとっては退屈極まりない風景です。雲に出会いました。アントノフは雲海の上スレスレを飛びます。雲の感触はどんなものだろうか。宮崎さんは窓を開け手で確かめました。
宮崎さんは雲が大好きです。少年の頃、雲の向こうには何があるのか想像を巡らせていました。ジブラルタですね。いや、ジブラルタの上を飛行機で飛ぶことになるとは思いませんでした。ヨーロッパの南の端、ジブラルタルに達しました。アントノフの飛行は順調です。海峡を越えればそこはもうアフリカです。アフリカ、あ、アフリカが見えてきた。アフリカ、あ、近いね、本当に近い。ジブラルタル海峡を越えるのはわずか10分の飛行でした。アフリカ大陸、モロッコ上空に入りました。深海地だらけです。ここも日本も深海地だらけ、スペインも深海地だらけ、モロッコも深海地だらけ。地球は持つんですかね。モロッコの玄関と呼ばれる港町タンジール。サンテグジュペリの足跡を追って宮崎さんは初めてアフリカの土を踏みました。海峡を越えたそこはイスラム世界。ヨーロッパとは全く異なる風景が広がります。迷路のような旧市街カスバ。古い町に来ると宮崎さんは一人で散歩を楽しみます。人々の顔を見たり、古い建物に触れてみたり、知らない食べ物を味わってみたり、そんな旅の体験が何年か後には宮崎さんの作品の血や肉になるのです。ここ北アフリカでどうしても訪ねたい場所があります。サハラ砂漠の真ん中に作られた郵便コールの中継基地カップジュビー。サンテグジュベリが1927年から1年半飛行場長を務めたところです。いや、どういうところなんだろうっていう、そのサンテグジュベリの本読んでて、まあ行ってみたら何もないんだろうって、その小さな漁村とスペイン その刑務所をになってたその砦と、その横にバラックが、バラックの事務所と格納庫がポツンとあって、そこに20代のサンテグジュペリが飛行場長でこう1年半ほどいるんですよね。砂漠がね、砂漠が何か人を鍛えるっていうふうに彼は書くんですよね。それでまさにサンテグジュペリもその1年半の砂漠暮らしで鍛えられたんだと思うんです。その何もないわけですから考えるしかない、考えたり瞑想にふけたりするしかない。しかも自分の知り合いは何千キロの彼方にいるっていう、そういう体験が星の王子様っていう作品はその後にもっと後に砂漠に不時着した時の体験が元になっていると言われてますけど、一番大きくはやっぱりそのカップジュピーでのその1年半だったんじゃないかなっていうふうに、言われてるわけです。で、飛行場があったはずですけど、もう砂に埋もれてるでしょうから、飛行機で降りられるかどうか分かりませんけども、降りられるなら降りてみたい。隣の町まで500キロ、砂漠の中に孤立した飛行場カップジュビー。サンテグジュペリはまるで琥珀の中に閉じ込められた虫のようだと記しています。宮崎さんは20歳の頃本で読んで以来、どのようなところなのか想像を膨らませてきました。3日目、タンジールからマラケシュへ。
気を肩こって。気持ちいい気持ちいい気持ちいい。本当凝ってるね。本当凝ったよ。カップジュビーへはさらに2日かかります。途中砂嵐が心配され、これまでより大変なフライトになるかもしれません。カップジュビー飛行場はその後中継基地としての役目を終えて放置されたといいます。カップジュビーが今どうなっているのか、宮崎さんはとても気がかりです。ぜひ行ってみたいという気持ちと同時に、行ってつまらないところだったらという心配も湧いてきます。憧れの場所は自分のイメージの中に留めておいた方が良いのではないか。宮崎さんの中で葛藤が起きていました。タンジールを立って4時間、この日の目的地マラケシュに達しました。そして4日目、マラケシュからカップジュビーへ。緑はほとんどありません。カップジュビーへの最大の難所を迎えます。アトラス山脈です。もし峠が強い向かい風なら引き返さなければなりません。アイロポーターの熱が強盗になったね。勇敢ですね。幸運にも追い風でした。高度を3200メートルまで上げ、山脈を一気に越えて行きます。アトラス山脈を越えた途端、熱い空気の中に突っ込んだように機内の温度が上がりました。サハラ砂漠です。この辺に来たら想像した感じ、ああ砂漠だっていう。カップジュビーまであと300キロ、途中着陸できる場所はありません。風は穏やかでした。砂嵐にも合わず、このまま目的地まで飛べそうです。マラケシュを出て4時間、まもなくカップジュビーの上空です。あったあった、砦があった。あれは砦です。工場があったところはブラックになってる。格納庫の跡はもう裏の中に組み込まれちゃってるな。砂漠の中のカップジュビー飛行場、滑走路は砂に埋もれず残っていました。スペイン時代の砦、サンテクジュベリが記したそのままの姿です。いや、つまんないとこだったら嫌だなと思ったんですよ。でもなんか思った以上に綺麗なとこでしたね。いや本当に感動しちゃったんですよ。こんなにね来ちゃうとは思わなかった。いや
来てよかったです本当に。サンテグジュベリーに一番影響を受けたんですよ僕は。結局砂と風と海と、カップジュビーは想像していたよりも美しい場所でした。うわ綺麗だ。今回はどうですか、目的地に一応たどり着いた。いや、旅行としてはもう最大の満足ですね。これがどういう意味を持ってるかっていうのは実は何年もかかんないとよく決算整理がつかないんじゃないかと思うんですけど、こうやってね触れること自体が嬉しいですね本当に。これ見てるだけじゃダメなんですよね。触るとその日本に帰っても あそこ触ったなってこの感触が覚えてるから、あれが今でも風に吹かれてるんだなとか砂に現れてるんだなと思うでしょ。これ自体は何でもないもんです。サンテグジュペリがいた頃のバラック、木造のバラックが本当にどっかに突っ飛んでしまったんです。こういう建物じゃなかった。だから彼が飛行場の主任を辞めた後、そのラテコイルがもうちょっと頑丈なものにしたんでしょうね。滑走路もこのままだったかどうかもわからない。それは大したことじゃないですね。精神的な記録という意味ではサンテグジュペリというのは輝くような少年時代を持ってて、それ同時にそのヨーロッパの黄昏に立ち会ったわけですから、わずかにだから飛行士の中にその違う貴族的なものを見出したんだと思うんですけど、でそれも仲間が全部死ぬ過程で、あとはシロアリの塚だって言いながら地中海の上で行方不明になっちゃうわけですよね。まさに僕なんかシロアリの塚の中の一匹としてうごめいてるんですけど、でも結局この建物は砂に飲まれるようにみんな砂に飲まれるんじゃないですかねそれもいいなと思って。サハラでの体験からサンテグジュペリの数々の物語が生まれました。サハラへの旅は宮崎さんの中でどのように結晶していくのでしょうか。